だわりが細かいところ話し始めたら止まんないです。お互いちょっと譲らないシュガーケーンの対戦モデル、はいね、これも今すごく人気ありますよね。ありがとうございます、はい、どう違う、まあ、作る人間の性格が違うと変わると、まあ、あの元になったベースの個体がそもそも違うんですね。えバスリクソンズは何年がベージュだ。1942年。42年ですね、はい、でシュガーケーンはまあ品番もそうなんですけど、1944年のモデル、ちょっと後期なんですね、はい、このね糸とか、はい、そういう違いはすぐ分かるんですけど、はい、どこが違うんですか。まあ、同じメーカーだと本来同じ生地を使ったり同じパーツを使ったりっていうのはあるんでしょうけども、ちょっとうちの会社はそういうことを一切しない会社で、はい、まあ元にしてる糸とかも当時の対戦のデニムの生地を分析して、村糸っていうところまでは一緒なんですけども、まあそのベースにしたヴィンテージが違うので、染色方法も縦糸横糸の打ち込み本数も違ったりしてます。へえ、もうじゃあもうはっきり言うと全て違うんですね。はい。生地も違う、縫製も違う、はい、パーツも違う。はい。なので、まあどっちがいいかっていうのはもうお客さんの好みになるんですけども、ね、まあそれぞれがあの元になったものに近づいていくっていう。うん、あ、はい、すごい。今回1944の生地なんですけれども、はい、バズよりもまあ2年後っていうことで、うん、より戦況が厳しくなっていくっていうところで、はい、まあ、もちろんあのベテランの縫い子さんがいなくなってっていうこういったストーリーで作ってるのもあるんですが、生地の方も特に裏を見ていただくと分かるんですが、インディゴのプチプチが、はい、糸質が明らかに間に合わせでっていう、まあ軍物の方を優先に回しちゃうんで、まあボタンの数とかも減ってますし、そういったところの違いっていうのが一番わかるかなというところですね。は、はい、あ、色落ちに関しては、まあ、うちがやってるんでどっちも、はいはいはい、もう保証付きです、はい、着込むことに、はい、ここにはちょっとそのサンプルなんかも飾ってありますよね、はい、色落ちサンプル、はい、結構、まあ、あの過去の USA モデルの色落ちサンプルが、まあ、当然多いんですけど、やっぱりこういうふうにサンプル飾っててもどの色落ちもいいんで、まあ、お客さんの方も、あ、これ懐かしいな、これ持ってるよって言ったり、あとはもう、このモデルもう一回出してほしいですねっていう声もすごいいただいてるんで、はい、まあ、そういうのはもう逐一福留さんに報告しながら、はい、でも安心してね買えますよね。そうです、これもきっとこうやってかっこよく色落ちするんだろうなっていう、ね、結構まあお客様のとかもありますけど、うちのスタッフがもうほんと適当に履いててもすごくかっこいい、うん、まあ、それこそでもワークウェアっぽいような色落ちですよね、うんうん、荒い色落ちもしてくれて世界観が広がるんでめちゃくちゃかっこいいです、はい、まあ、過去の USA モデルが飾ってあるんですけども、まあ、今回これも USA モデルということで、うんうん、さっきのバズのフラッシャーとはまた違った雰囲気で、はい、ザ・アメリカって感じですね。鉄のリベットもプレーンの無地のタイプ使ってたりですとか、はい、あとボタンの色も実際メッキなんかも全然違う、うん、ほほほ、で革パッチもメイドイン USA という、シュガーケンの方はこういったアプローチで、メイドイン USA ですもんね、はい、当たり前ですけども、はい、こっちはパンツの方をちょっと、はい、先ほどのバズのパンツの方はオリーブのヘリンボーンだったじゃないですか。そうですね、はい、シュガーケンはシュガーケンらしくこうデニムの、はい、違うデニムですよね。そうです、ライトオンス使ってます、ね、はい、はい、見ての通りもうビュンビュン糸が飛び出てるんで、はい、まああの晩酌しながらとかでもこうちょきちょき切ってもらって、はい、まあ、あと僕みたいに切れるのを待つっていう方もそのまま着てるという、はい、バズの方は割とまあここのボックスステッチ見ていただいても分かるんですけど整ってる感じですね。あ、全然違いますね、はい、でシュガーケンの方はよりここのカーブのステッチとかも、まあ、はい、言葉悪いんですけど、はい、ちょっとそういう作りが、はい、当時の雑さをそのまま再現してるっていうことなんですよ、はい、あのわざと下手くそにっていうのではなくて、ええ、拙い、はい、一生懸命やってるんだけどこうなっちゃったっていう雰囲気、はい、
の再現をプロフェッショナルに頼むと。すごいですね。今回のワールドウォーセカンドのこの企画展なんですけど、シュガーケーンバズリクソンズの他にもヘッドライトなんかも紹介されてますよね。ちょっとその辺も教えてください。今回ヘッドライトの対戦モデル、こちらがイベントギリギリでなんとか間に合って納品されたんですけれども、はい、形が3つあります。1つが親方に来ていただいているこのワークコート、はい、あとこちらの通称エンジニアジャケット、はい、あとワークパンツの3型が、それぞれデニムとエクスプレスストライプ、こちらのストライプ、そういう名前がついてるんですね、これは、はい、このインディゴとキナリが同じピッチのものを当時はリストで見るとエクスプレスストライプっていう名前になってます。ほうほう、勉強になります、それは。で今回あの全部また対戦ということで生地をリニューアルしたんですけれども、はい、分かりやすいちょっとデニムの方でこの指差しマークのところ見ていただけます。このツーッと、はい、白い線入ってますね。まあヴィンテージとかでも色落ちするとそこだけ目立って激しく落ちるところがあるんですけれども、はい、今回そうなるように生地の幅の中に何本かこういったムラの特に強いところを織り交ぜたりっていうのをやってます。はい、なんで非常にちょっと色落ちが楽しみな、楽しみですねそれは。はい、なんでこれ織り傷ではないんでちょっと B 品ではないです、はい、わざと入れてるものだよ、はい、ということですね。はい、これです、はい、より荒々しくってやつですね、はい、対戦機らしくあ、そういうのも対戦モデルの特徴なんですね。はい、はい、で最初にワークコートいきますね。はいはい、こちらは対戦初期のモデルになります。はい、っていうのが対戦後期になってくるとこの胸ポケットもなくなって、うん、このチェンジボタンも全部ドーナツボタンになってっていう、うん、なんで今これ対戦モデルなんですが、ええ、ボタンの数と、ええ、ここの裏の当て布、はいはい、そういうのがない、確かに、はい、ええ、初期のモデルなんでこれ内ポケットもまだついたりしてます。ヘッドライトの方では結構ドーナツボタンになるのが早かったんですけども、提携してたクラウンオーバーオールズの、はい、方ではこういったチェンジボタンがずっと使われてたので、はクラウンオーバーオールズのヴィンテージもこの会場に飾ってあるので、あ、そうですか、はい、それはぜひお越しになった時は見ていただきたいと思います。はい、続いて、はい、エンジニアジャケット、うん、エンジニアジャケットって言ってるんですがエクスプレスストライプと同様、うん、当時のリストを見ると袖付きのベストというベストフルスリーブというアイテムベストなんだ、はい、扱いはあの、ミリタリーなんかでも、A2 の下に着用する、あの防寒用のセーターがあるんですね、はいはい、それもねあの C2 ベスト、うんうん、長袖でも、はい、これバズリクソンズにジャンキースペシャルがまあちょっと別注かけていた、まあ、ブラウンのオリジナルバージョンですけど本来はオリーブ色だもんね。そうですね、はいはい、正式名称がさっき言ったように C2 ベスト、そう袖がついたベストですよね。へー、なんか無理があるように僕は聞こえちゃいますけど、はいはいはい、ベストなんですね。面白いそれは、ま、屋内作業着とかあと狭いところで作業するような軽作業の人向けですね、はいはい、ただまあサイズ取りもさっきのこちらのコートよりはちっちゃめなので、まあ、なんなら重ねて着ることもできると、はい、本当にまさにベストの、うん、感覚でね、はい、これあのシルエットもベストですよね。そうですね、あの裾の傾斜がとベストっぽい感じに、はいはい、あとはまあ襟がなかったりとか、そうですね、まあ、そういった部分ではまさに、はい、インナーとして着用してもらえれば見える部分は結構ベストに近いですよ、ね、確かに、はい、いや勉強になります僕初めて知りました。でこちらも対戦仕様なので、ええ、フロントのボタンは4つで、うんうんうん、当て布がなかったり、そっかそっかそっか、はい、へえ、そういった簡素な作りになってます。はい、はい、最後に、はい、とこちらの、うん、ワークパンツ、これは商品名としてはダブルフロント、はい、まあ、いわゆるダブルニーのパンツです、はいはい、でフロントは生地に贅沢に使っちゃってるんですが、そうですね、まあ、後ろのポケットは当て布のないシンプルなタイプ、あ、この内側ですね、はい、これはなので逆に戦後、ええ、ここの生地二重に使っていいよっていう風になって、ええ、ただ
ここの当て布はまだ復活してないっていう過渡期のモデルを再現します。でこちらも元にしたヴィンテージは展示会場に飾ってあるので、はあ、そうですか、はい、さらに言うと、まあ、ヘッドライトの色落ちのサンプルっていうのが飾ってあるので、その違いも見てほしいです、はい、でこのパンツだとここにさっきの縦筋、はいはい、あれ、はい、ありますね、はい、ここにはこう2本入ってますね。もう履き込むとやばい色落ちが出てくる予感が、はい、おー楽しみ、楽しみあると思いますといった感じの3型で、はい、それぞれデニムと、これですね、エクスプレスストライプ、はいはい、いやこれはすごい、実際ね、なんか手に取ってこうやってみたいですね、記事なんか見てもらいたいです、皆さんに、うん、僕もね、すごいさっきの線を探しちゃってるんです仕込まれた線がどれかなと思ってね、ちょっとともう決まった場所には入ってないのでランダムですね、まあ、楽しみで、まあ一着一着違うところに入ってるっていうね、はい、まあ、ですね、それも川とかに近いですかね、はい、ありがとうございます。もうこちらのイベント、はい、残り期間が短いんですよね。かなり短いと思います。この週末までです、はい、この週末まで、11月の27日の、はい、日曜日まで行ってます。見れるですね、はい、慌ててこないとですね。そう、もう見たら明日ですよ、はい、もう明日すぐ来る準備してください、はい、そしてこのイベントに際して、ジャンキースペシャルで別注アイテム用意してます、はい、実は、はい、でそれっていうのが今これ私着ている、うん、まあエンジニアジャケットなんですけど、はい、先ほど紹介していただいたやつですね、はい、はい、まあ、どこをちょっと別注、まあ、オリジナルしたかっていうと、ええ、使ってるボタンですね、はい、4つとあと袖の部分ですね、そうで、はい、あ、こちらですね、カフスの部分を月桂樹ボタンです、ね、はい、ドーナツボタンで別注しています。はい、うんうん、まあ今いろいろお話しあった中でやっぱ対戦機のモデルって本当一個一個も年代が違えば違うディティールものが出てくるので、うんうん、はい、こういうようなオリジナルモデルもあってもいいんじゃないかっていうことで別注させてもらいました。気になったことが起こってます今、はい、ボタンを見てて皆さん月桂樹ボタンなんですけど違いません？はい、パッと見でまず色も違う、そうなんですよ、光沢も違いますよね。バズリクソンズの月桂樹ボタンでもないですよね、でもないんですね。バズはバズで専用のちょっと赤サビがもう起きちゃってるような感じの月桂樹ボタン、デザインも違うんですか？はい、ですよね、ワンスターですね、はい、星が1個ってことですね、はい、はい、であと細かいことを言うとアンダーパーツが2プロングという2本の爪なんですが、うん、ちょっと見えない部分ですね、はい、はい、はい、ヘッドライトの方は1本足、はい、で5スター、はい、はい、星が5個、はい、シュガーケンは、シュガーケンは1スターの方ので、バズリクソンズとはとはいえ違う、はい、はい、また別のメッキの色が全然違います。温暖し会社なのに、はい、仲がいいんだか悪いんだかいいの、はい、こだわりということにしたこだわりですよ、はい、よ横から見ると、はい、こっちはニッケルなんですけども、これはバズの方はカッパー色、はい、あ、カッパー、どうですね、はい、はい、ここまで来ると本当こだわりが細かいところ話し始めたら止まんない、ちょっとお互いちょっと譲らない面白いですこれ、はい、なかなかね両方のジャケットを買おうってなかなかできないと思うんですけど、うん、こう実際にこういうところで来て、はい、比べてみたら、うん、そうです、でそれにプラスしてジャンキースペシャルの方でもこれまた違うよっていうのをもう一個比べてみてもらって、はい、なのでもうアトラクションですよねこのイベントフロアは。そうですよね、はい、いや楽しいです、うん、ぜひね、はい、こういうデニム大好きな方、はい、見に来てもらいたいですね、はい、そうですね、ずっと立たせっぱなしで申し訳ありませんでした今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。